おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回はですね、1万人達成記念ということでね、まあ過去の動画を少し振り返りながらですね、まあ皆様に、まあ、お礼なんかも言えたらいいなというふうに思っております。そして、最初にね、今流れてるのはこの動画はね、私が YouTube で一番最初に作った動画ですね。いわゆる YouTube 用にオープニング動画を作らないとと思って、まあ、気合い入れすぎたっていうこれはバッケンがゲームのいろいろなことを検証していく動画ですって言ってますけどね、結局これ2分半ぐらいあるんですけど、長すぎて1回しか使えなかったっていうほとんど没動画に近いやつですね。あ、そう、これね、語るあのイースのパロディなんですよ、実は。かつて家庭の娯楽にで、ちょっと銀河万丈さんっぽくね、喋ってみてるっていうとこですね。メガドライブ、PC エンジンを中心に統治され、これ一回セリフを全部書き出して、でセリフを少しずつ少しずつ変えたっていう。新しいソフトを購入すると人々に敬われ、まああれだよね、努力のベクトルが間違えたっていうやつですよね。ネオジオユーザーは金持ちと謳われる存在になるのであった。まあやっぱ覇王昇降権は使わざるを得ないよ。これは間違いないと思う。うん、だがその文明の絶頂で。ゲームはまあまあ今見てみるとよく頑張って作ったなっていう気もしないでもないですけれどね。逆に値段が高騰した。それから数十年の長きにわたって、これね、そう、今見てみるとゲームが発売され続けてときメモの後に同級生2っていう、本当にあれだね、趣味丸出しのとこが出てるね。まあでもここなんか割と気に入ってるとこですね。やっぱりイースの BGM は本当素晴らしいわ。この BGM だけでなんか許せてしまうんじゃないかって自分でちょっと思ってしまう、まあ、バッケンのチャレンジ動画っていう自分自身にも定着しなかった、そういう感じですけどもね。さあ続いては、あ、まあこれはやっぱり私の動画の中で一番その再生数が伸びたということもあるので、まあなんかこうある意味思い出深いっていう感じがしますね。こちらの裏技ですけど、まあ、いわゆる裏技動画なんですけれども、これはもうある意味日本で一番、この頃ね、実はまだ最高で再生数が200ぐらいだったんですよね。でこれはなんかね、自分の中で500再生達成したいっていう思いで作った動画なんですよ。500再生いったらまあ自分の中でこう上出来だろうっていう。何回かジャンプボタン、そしたらね、まあ本当に何でか分かんないけどこの動画だけ100万再生を超えたっていう、まあ、それはありがたいんですけど、500再生を見越して作ってるから、例えばこれね、面白いかなと思って全員の名前をもよもとってしてるんですけど、これいわゆるはかぶさの剣の裏技ですね。でこれそのせいで誰がね攻撃してるとかよく分かんない状況になったっていう、非常にね失敗したっていうねどの模様元なんだよって感じですよね。もちろん一番上の模様元なんですけど、で次がこれですね、ファミコンのタッチの裏技なんですけども、そう、なんでこんなこと入れちゃったかなっていうねなんでこの裏技入れちゃったかなっていう、これもうほんとねみたいな。次はこの悪魔城伝説ですね。これまあなんでまあ振り返りで入れたかっていうと、私がこのレトロゲームを再びこの好きになるきっかけになったゲームっていう。そしてこの曲、まあ、この動画のちょっと失敗したところはね、BGM よりもねちょっと声がでかくなりすぎちゃったんで、もう一発目でこの曲流れるっていう、もうこの時点でこれ BGM 全然聞こえてないね。ちょっと今ボリュームちっちゃめにしてるんですけど、もう私が喋るんで。当時最初に聞いた時にこの VRC6 って、まあその時は知らなかったですけども、この音源チップの効果もあって、このサウンドにすごいびっくりした。さあ続いてはおしゃべりパロデュースの動画ですね。
全国の女子高生の皆さん、こんにちは。私これあれですわ。今回実況するバッケンだわよ。ボヤッキーのモノマネ、矢波ジョージさんのモノマネをしながら実況おしゃべりパロデュースをやるっていう動画ですけども、まあこれあれですね。私の動画でも圧倒的に伸びない動画ですね。なんかもうこういうね、ちょっとなんかこう YouTube らしいことをやって一番伸びない動画っていうのがね、ちょっとね個人的にはすごく恥ずかしい過去みたいな感じになってますね。さあ続いては、クソゲーバカゲー動画ですね。これシリーズは私結構好きで、まあ今でもちょこちょことやってはいるんですけども、正直まだまだ出したいなと思ってるソフトはいっぱいある、そんなシリーズですね。いやこれはあれだよね、本当に学生の頃にその噂だけを聞いてずっと欲しかったゲームなんですよね。これそして出た、で大人になってやっと変えて、もうその時バーチャーガン入れて5000円ぐらい出したのかな。今もうちょっと下がってるらしいですけども、マンダラケで買ったんでちょっと高かったんですけどね。ただその時買ったバーチャーガンは結局あれでしたけどね、でも上行くんだこれ今のテレビじゃ使えないから、あのプラスチックのただの置物になっちゃったっていう。あこれはあれですね、その動画らしいことをしようと思って福袋動画をやった時のやつですね。で買いに行ったんですけども、ちょっと遅くなっちゃってゲームボーイアドバンスしか残ってなかったっていうやつだ。中身はでも割と良かったんですよ、割と良かったんでそれは満足してるんですけども、失敗したなっていうのが、その開封動画じゃなくて中身を見せたいと思ってね、ゲームのプレイ動画にしちゃった結果、あの福袋動画なのに最後に出したのが確か1月中旬っていうね、もう人々が福袋の存在を忘れかけた頃に出したっていう、まあそういうやつですね。さあこのドラゴンボールの動画もちょっとね思い出深い動画でして、まあ、何かというとね、私の動画の中で初めて前半よりも後半の方が人気があった動画なんですよ。だからこれは多分ねほとんどの方がやっぱりその後半の展開、いわゆるそのドラゴンボールって最後どういう風になるんだファミコンのやつはっていうの気になってる人がやっぱ多かったんだなっていうのはやっぱ思ったね。これでまああれですよね、ゲームとしては私ね意外とこれ嫌いじゃないんですけど、内容としてはドラゴンボールとしてどうなのって感じでしたね。さあ、そして最後を飾るのはこれですね、ファミコンのロックマン2。いやこれはね私やっぱノーミスクリアをやって一番嬉しかったやつかな。うん、これがなんかすごい一番充実感を得たっていう、やっぱ子供の頃からのある意味悲願を達成したっていう、そういうとこもありますもんね。言っても一緒でしたね。まあ、ちなみに相手にしてるのはクイックマンですね。まあ、こいつがやっぱ一番苦手かな。全然弱いのに。ということでね、今回1万人記念達成動画ということで、まあ、過去の動画を振り返りながらいろいろあれやこれや言ってきましたけども、いかがでしたでしょうか。本当にね、まあ、皆様にはすごく感謝しているので、まあ、こういった機会でもねないとなかなかお礼も言えない状況だったのでね、私としては良かったんですが、まあ、他にもね、来週9月29日にですね、まあ、土曜日ですけども、9時から生放送して改めてねそこでまあ皆様に少しでも恩返しできればなと思っております。ということで、ここまで見ていただきまして皆様ありがとうございました。次の動画もよかったら見てください。ではではバイバーイ。